みんなで鍋すんだって。俺は忙しいんだよ。お前らで好きにやったろ。あんちゃんだっけ？あの子、いい子だな。友達、帰る場所がないんだってな。止めてやってくれって頼まれたんだよ。居候から頼むんじゃかわいそうだからって言って。優しい子じゃねえか。鍋ならどっかにあるはずだ。探して持ってけ。あ、見つけたか。買い出し組も戻ってくる頃だな。あとは勝手にやってくれ。一応しばらく下にはいるが、火の扱いには気をつけろよ。さて続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。味薄いね。でもよかった、いろいろあったけど成績は落ちてないみたいで。学校は大丈夫だよ。お姉ちゃんこそ疲れてるんじゃない？塩分足りてないんだよ。そう見える？でも、もし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。まだらめ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。人の心を操ることは犯罪なの？方法によっては犯罪ね。彼の言う通りよ。悪事を認めさせて罪を償わせても？何急に。別に。正義の味方がいるとでも？まさか。余計なことは考えなくていいの。言いたいことわかるよね。勉強していい大学に行く。女でのし上がっていくのは大変なの。なのに上に立たなきゃできないことばかり。そのためならどんな手だって使うわ。あなたも将来のために今やるべきことだけに目を向けなさい。ごめんなさい。こんな時に。はい、うん、大丈夫よ。ああ、その件ね。何をすべき？正義。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。私、いや、もう食えねえ。美味だったぜ。アンドのきっといいお嫁さんに。ごめん、ソファ借りる。なんだ、ユウスケ。締めをやってないぞ。うどんやおじやは。いや、今度にしとけ。寝るの早っ。疲れねえ方がおかしいだろう。寝かしといてやろうぜ。時に龍二、あんたはどういう関係だ？あ？別に、同じ中学っつうだけだよ。
昔のアンドノはどんなだったんだ？そんな変わんねえよ。高校からはクラス別になって話さなくなっちまったけど、友達は少なかったな。帰国子女で見た目もこれだからな。派手なやつは勝手に嫌うし、地味なやつは近づかない。そうだったのか。で、お前たちはどうだったんだ？俺ら？互いを知るにはいい機会だ。俺の過去はすっかり知られたんだ。お前たちも話すべきだ。自分は失うもんがねえってか。いいぜ、話すよ。ただの親不孝者の話だけど、小さい頃親父が消えちまってさ、ずっとお袋と二人で暮らしてんだ。本当は陸上で特待生とかになってお袋に楽させたかったんだ。結局ダメにしちまったんだけどよ。すっげえ親不孝者だろ。高一の時鴨志田に手あげちまって、それでお袋学校に呼び出されてよ。教師連中から言いたい放題言われてさ、その時お袋じっと我慢してた。あの時のお袋の顔、今でも忘れらんねえ。帰りに謝られたんだ、片親でごめんってよ。そんなことがあったのか。学校はみんな平等と教えるが、現実はそんな綺麗事ばかりじゃない。気持ちは俺にはわかる。まあ、レッテルっつったらこいつこそ大概だけどさ。例の話か。そういえば詳しく聞いたことなかったな。このガキ、訴えてやる。これ以上するなら、あのお金のこと告発しますよ。いいんですか？そんなのお前が勝手にやったって言えばすぐ話だ。嘘だって、私は指示の通りに。俺を誰だと思ってるんだ？そんな。おい、お前、警察にこう証言しろ。ガキがいきなり俺に乱暴してきたってな。ちょっとでも余計なこと喋ったら分かってんだろうな。そんな。黙れ、貴様は終わりだ。俺に逆らったらどうなるか、お前らに思い知らせてやる。すみません、通報があったんですが、何かありました？あなたはどういう状況だった？警察の方に説明してやってくれ。そこの少年が突然殴りかかってきて、この人を強く突き飛ばしました。それでこの人が怪我を。だそうですよ。それと俺の名前は一切出ないよう処理してくれたまえ。どういう意味かわかるよな？ああ、おい、確保しろ。わかりました。聞いてるだけで腹立ってきやがるぜ。くそ、たったそんだけで障害かよ。女の方もひどいな。だんまりを決め込んだわけだろ。そういうやつの心こそ盗むべきだ。どこのどいつだその男。思い出せないか。まあ夜道だった上に逮捕なんてショックが重なったんじゃな。肝心なことが思い出せねえ辛さは我が輩よくわかるぜ。被害者の個人情報は保護される。特定は難しいだろうな。それにもう判決が出たんだろう。うまく相手を特定して仕返しできてもこいつの前歴は消えやしない。ありえねえ、世の中間違ってるぜ。
弱ってるやつ助けねえで身勝手な大人を勝ち逃げさせてよ。偉いやつらが決めることなんて当てになんねえよな。俺たちなら正せるんじゃないか。誰にも気づかれずに俺たちが正しい正義を見せつけて世間の目を覚まさせてやればいい。ああそうだぜユウスケ、そのために授かった力だろ絶対。いいんじゃないか、仕事は派手に決める方がかっこいいしな。お前らに教えられたことだ。何熱くなってんの。あっと悪い、起こした。ううん別に途中から起きてたし、けどなんか不思議、聞きながら思ったよ、みんなのこと昔から知ってる気がする。これって似た者同士だからかな。まあろくなもんじゃねえけど。似た者同士か、我が輩だけ違うな。お？我が輩には振り返れるほどの記憶はないからな。何言ってんだ、お前以上のはみ出し者なんて世界中探したってそういるかよ。てかその記憶を取り戻すためにメメントス行くんだろ。きっと俺たちみたいにろくでもない過去だろうがな。ちげえね、絶対そうに決まってんな。へそれはどうかな。モルガナもなんだか昔から知ってる気がする、すごくずっと昔から。なんか不思議でうまく言えないけど。怪盗団を助けてんのは我が輩自身のためだ、勘違いすんなよ。お前らに強くなってもらわないとメメントス探索どころじゃねえからな。いじけたり選ぶったり忙しいやつ。ねえやろうよ本当に。私行けるとこまで行きたい、ダメな大人を懲らしめて困ってる人たちを勇気づけたい、私たちにしかできないこと。足りめえだ。怪盗団を続けていれば俺も成長できる、絵描きとしても人としても。我が輩が直々に鍛えてやるんだ、この怪盗団でできないことはない。ってことで改めてよろしくリーダー。もうこんな時間？今日はこの辺でお開きにすっか。あ、そうだ、マスターが泊まってけって言ってたよ。それはありがたい。お前が説得したんだろ、さすが親父キラー。超嬉しくない？風呂に入らないと寝られないが。銭湯あるから行ってこいよ、我が輩は行けないけどな。へえ、いいかもな。アンはどうすんの？あんたたちだけでどうぞ。じゃあねモルガナ、おやすみ。畜生、早く人間に戻んなきゃ、誰かに取られちまう前に。やっぱ広い風呂っていいぜ。アンも来ればよかったのにな。ちょっと暑い気がするが。じいさん暑いの好きだからな。まあそのうちやめんだろ。そういえばさ、前から気になってたんだけど、お前ってアンのことどう思ってんの？女として。おお、言ったな。まああいつ性格のきつさがビジュアルで完全にカバーされてるからな。アンにそれ伝えておく。うん、やめてマジで。しかし早く次のターゲットを見つけ出さないとな。それなんだけどさ、大物を狙うってだけでいいのかな。ここんとこの世間の反応を見てるとちょっと考えちまうぜ。確かに目先を追うだけではただの空回りに終わるかもしれない。世間に訴える戦略が必要だな。お、
どうなんだ。俺がそんな戦略立てられるとでも。聞いた俺がバカだったよ。俺は切り込み隊長役っつうか、モルガナはあっちの世界専門だし。それにしても、さあ、あっちんだよ。どんだけ入れりゃ気がするんだよ、ネットジジイ。俺も無理。とりあえず週明けにでも集まろうぜ。また連絡すっからよ。何かあったか。囚人、戻りました。主の前だぞ、姿勢を正せ。お前が手繰り寄せた絵にし、実に興味深い。皆社会から一方的に烙印を押され、そしてそれに抗うものというわけか。気づいているか、お前の心も彼らに触発されているようだ。社会の異端者、言うなればピカレスク、その者たちとの絆をより深めるのだ。それがお前の構成への力となるだろう。楽しみにしている。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層の構成に励むがいい。よし、そろそろ時間だな。サイさんの妹さんだよね。少し話せないかな。怪盗団のこと？明智くん？察しがいいね。鴨志田とマダラメの事例で何か共通点はないのかなってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追及しないと。怪盗団を否定しているのに、怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。これお姉ちゃんに言われて。たまたまだよ。なんか楽しんでません？そうかもね。え？予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げたやつがいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としてはライバル視するなって方が無理だろ。自己評価が高いのね。回答は悪で、あなたが正義？勝手に人の心をいじってるやつと比べれば、少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。君だってそうじゃないの？私は。なんだ君、
意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。そろそろ始まるな。じゃあね、サイさんによろしく。なんで私ばかり責められるの。こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を、他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。まずは寮に戻って身近な人たちと触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。よく自分で気づけたな。大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても。待ってるよ。彼も大変だったんですよね。マスターと彼は親戚なんですか。え？ああ、なんつうかただの知人だ。血は繋がってね。立ち入った質問かもしれませんが、なぜ彼を引き取ることに。理由か、似てるからかね、昔の自分に。それだけの理由で。世の中はそんなもんさ。誰かが誰かを気にかけるってのは、お前さんとこの師匠、元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前になんか思うとこがあったんだろうよ。俺も心の底からは憎めません。俺そろそろ。なあ、本当にいいの？え、うちなんかにはもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのも、後期の目にさらされるのも嫌でしょうから、何の変哲もない日常をほんの少し彩る。母もきっと同じ選択をするはずです。そうか、じゃあ預かっといてやるよ。ごちそうさまでした。また。おーい、起きたか。
ありがとう。おう、帰ったか。なあ、よっしゃ。よっしゃ、行くか。じゃあ行くか。マジかよ。Thank you.
おう、任せろ。任せろ。なあ、釣れねえな。満ち足りた時間だった。こんなもんだな。まただ。答えてごらん。これだ。その通りさ。
よかった。まだ帰ってなかった。新島さんから言伝よ。すぐ生徒会室へ行ってくれる？紛失物の届けが出てないから手続きしてくれって。囚人の生徒会長、新島誠さん。生徒会室は3階ね。図書室の隣にあるから。それじゃ伝えたからね。校長のお気に入りだか知らないけど、なんで私が生徒のパシリなのよ。新島ってお前たちをつけ回してたやつだろ。一体何の用だ。率直に聞くわ、鴨志田先生。それからマダラメ、怪盗事件の真相を教えてくれない？答えられない？そうよね、認めるわけないわよね。聞いてくれる？誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。本当なのかな？このまま続けて大丈夫？どういう意味かしら。やっちまった。恐喝なのか催眠なのか、どうやって自白まで追い込むの？教えてもらえない？こんなもの証拠にならない、そう言いたいってわけね。私はあなたたちが怪盗団だと思ってる。さっきの警察が聞いたらどう思うのかしらね。警察に直に見張られるのはまずい。お前の身だってどうなるか知れたもんじゃないぜ。君が白状してくれたら、ここだけの話にしてもいい。話してくれるよね？時間をかけるだけ無駄だと思うけど。どうぞ。あのバカ、相変わらず大きな声。でもちょうどよかった。みんなにもこれ聞いてもらいたいの。お仲間のところへ案内してくれる？こうなった以上仕方ないか。あ、あ、来た。あの子、友達？どうなってんだよ。どういうつもり？彼に案内してもらったの。坂本龍二君、高牧杏さん、それからまだらめの門下生だった厚生高校2年生、北川君だよね。これのことで聞きたいことがあってね。誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。鴨志田とマダラメで酷似した犯行手口、偶然にしては出来すぎなほどタイミングよく集まった被害者たち、疑わない方法を教えてほしいわ。君の目的は何だ？わざわざ報告しに来たのか？これから通報しますとでも？どうせ言われてきたんでしょ。学園から犯罪者を出すわけにいかないもんね。自殺とかセクハラとか見逃すくせに。大人の言いなりに使われてるだけなのに、かわいそうな人。そんなこと分かってる。え？だから確かめさせて、あなたたちの言う正義を。はあ？このことはまだ私しか知らないの。
正義を証明してくれれば、これは捨てる。取引か。改心させてほしい人がいるの。誰だ？できないとは言わないのね。でもそれはまだ言えない。明日放課後、屋上で続きを話しましょう。引き受けてくれるって前提でね。めんどくせえことになったな。迂闊なんだよ。自覚がなさすぎるんじゃないのか、龍二。なんで俺だけなんだよ。あんだって録音されたろうが。ごめんなさい。おい、どうするよ。証拠があんだよな。レコーダーか。証拠にしては不十分な気もするが、そもそも手口を解明できるはずがない。あの人のことだし、またなんか罠かも。保護観察中のこいつだけはちょっとヤバいかもな。こいつがいなくなったらきついだろう。つうか警察は俺らも勘弁。ならやるしかないか。今は素直に従っておくべきだ。痛恨のミスではあったが、致命傷ではない。取り戻すしかないだろう。へいへい、すんませんした。ってことでいいんだな、リーダー。明日屋上だったっけ。俺はどうしたらいい。なんなら潜入でもするか。目立っちゃうってば。ユースケは外で待ってて。あの人何企んでんだろう。Question to be asked, where have I been?